皆さんこんにちは。産婦人科医の高橋玲奈です。ちょっと寝起きで声がガラガラなんですけれどもすみません。今日はですね。性感染症の症状ベスト3お話ししようと思います。性感染症の中には多いものだと、クラミジアとかリンキンとか。 あとコンジローマとかいろいろあるんですけれども、その多い症状について今日はお話ししようと思います。今回はですね、なかなか症状だけでクラミジアかとかリンキンかとか自分で診断つけることってまず無理なので、今回はですね、まあ、性感染症全体としてどういう症状だったら要注意かっていうベスト3をお伝えしたいと思いますので、最後までご覧ください。それではどんどん行きましょう。性感染症の症状、ベスト3第3位は、 不正出血です。 これ結構意外って思うかもしれないんですけれども例えばクラミジアとかリンキンとかそういう性感染症が膣内に入ってくると子宮の出口子宮頸っていうところがあるんですけれどもそこに感染するんですねそしてそこで炎症を起こして不正出血が起きるということがありますなので例えばえ今月生理来たはずなのになんかもう一回来たとかなんかだらだら出血続くなっていう人によくよくお話を聞いて検査をしたりすると実 実はクラミジアとか人気になったということがありますのでたかが不正出血されど不正出血なんですねなんか不正出血というと、えー、雑誌とか,なんかいろんなネットとかにホルモンバランスの異常とか書いてあったりすること多いんですけれども実は不正出血って本当にいろんな病気の症状だったりするんです今言った性感染症もそうだしあとはもちろん子宮頸がんとか子宮体がんの症状だったりもしますなので不正出血があった時っていうのは自分自身でこれはホルモン の異常だとかあストレスがかかってるからだとかあダイエットしたからだなんか体重が増えたからだとか自己判断せずに是非産婦人科を受診していただければいいかなというふうに思いますそれでは次に行きましょう性症症の症状ベスト3、第2位は、折り物がなんか変まあ変っていうとどういうことって思うかもしれないですけどいつもより変だったらそれは異常なんですよ結構性感染症の症状として織物が変ってことは多いです例えば、 色が変とか色がいつも白からちょっと黄色っぽかったのにすっごい緑色っぽいとか匂いがすっごいきついとか量が多いとかですねまあコロで一番性感染性の症状として心配なのが量が多いってことなんですけれどもクラミジアとかリンキンとかか量が多くなることがありますなので織物の異常っていうのもまあもちろん生理的なものもあるんですよ生理周期によって織物の量って変わったりもするんですけれども織物っていうのは、まあ健康の バロメータータででもあるんですよね生理があるご年齢の女性であれば女性ホルモンの影響で織物っていうのは誰しもが出るものです。 なのでちょっと織物が出ただけであなんか私病気だわとか思う必要はないんですけれども日々の織物を観察していつもと違うなっってていうふうに思ってもらうのがすすごく大事だと思いますなので量が多いから病気なんじゃないかとか匂いがあるから病気なんじゃないかとか色が変だから病気なんじゃないかというよりはどちらかというといつもと違う何かがあるっていうのを 自分でで見極めるっていうのが大事なんですよねそう考えると例えば織物シートについて色をちょっとチェックするとか日々の自分の体と向き合うっていうのがすごく大事だなということが分かりますちなみに普通の下着とかだと織物結構分かりづらかったりするんですけれども白い折織物シートとかをつけてたりすると色が違う時とかにちょっと分かったりするので便利ですあとは折り物シートをつけてると折り織物が出てもベタっとした感じがなくてサラッとできるので快適に過ごせますので が気になるという方折り物シートをつけてもらうといいかなととととととと思思いいいいいいままままますすすすすあははででででね、まあ、いつももも言っってててけけれどもベタとした感じががななななくてサラッとできるるのの快適にに過ごせますので織物が気うう方シシーートトをらかんですけれども通常は1日にその1枚だけもしくは1回取り替えるぐらいでいいと思うんですけどそれを何回も日中取り替えなきゃいけないってなったらちょっと量が多い可能性がありますので3分時間を受診するようにしましょう。ちなみに ものっていうのは性感性症だけじゃなくて子宮経がんの症状としても折り物が多いっていう症状が起きることがありますので必ず子宮経がん検診を受けましょうちなみに子宮経がん検診を受けるのは性交経験がある方だけで大丈夫です子宮経がんっていうのは HPV というヒトパピローマウイルスといって性行為でうつるウイルスが原因なので性交経験がない方っていうのはまずないと言っても過言ではありませんなので今までも動画でお伝えしたんですけど経験がない人って まず内診をすることがすごく難しいし痛いので子宮経がん検診をわざわざ受けなくて大丈夫ですたまにえ検診とかをやってるとえ成功経験ないのに無理に子宮経がん検診を受けに来て今までどうやってたんですかって言うとすごく痛いけど我慢して子宮経がん検診受けてましたって言ってる人がいるんですけれどもえそこまで痛み我慢する必要ないですまずほぼ子宮経がんになるってことないので検診を受けるっていう心持ちは大事なんですけれども必要のない検査受けることによって痛みとか 精神的にも結構つらかったりするので正しく知識を持ってけいがんを予防していきましょうそしていつも言ってますけど HPV ワクチン打ちましょうそれでは次に行きましょう性感染症の症状ベスト3第1位の前にちょっと番外編をお伝えしたいと思います番外編は部の しこり、イボ、なんか変っていうことですこれはですねまあコンジローマの症状なんですけれどもコンジローマっていうのは外縁部にイボができることがあります最初ちょっとおこりっていう感じだったのがだんだん数が増えてきたりとかだんだん大きくなってきたりとかそういうことがありますなのでイボがあってなんか増えてきたとか前になかったものがなんかあるこれも織物と一緒なんですけれどもいつもとなんか違うっていうふうに思ったら怖がらずに産婦人科を受診してくださいなかなか自分で鏡で見ることって難しいと 思うんですよね、まあ、もし本気で見たいと思ったらちょっと大きめの鏡を床に置いてそれにまたいだりすると見えやすいと思うんですよねあと携帯のインカメとか今あったりするのでそれでもやっぱり自分で直視することはできないので「コンジローマ」に関する動画は私今までも上げてますのでもしコンジローマ単体が気になる方っていうのはその動画をご覧ください。で今一つ思いました。よく質問ががあるのが 産婦人科に行く時に産婦人科に行けばいいのそれとも婦人科に行けばいいのって思う人いると思うんですけれどもどっちでも大丈夫です。基本的に、まあ、違うことってないんですねそこにいる先生は産婦人科医であって別に産科医とか婦人科医とか分けられてるわけじゃないんですよ。 で、大体クリニックとかは基本的に産婦人科って書いてあると思います少しでも例えば妊娠の初期の超音波検査をしますとか妊娠の検査をしますっていうところであれば婦産科もやってるってことで産婦人科って記載されてることが多いので逆に婦人科だけのところを見つけるっていうのが難しいと思うんですよただその中でもえ妊婦健診に特化してるところとかその 委員自体でお産を取り扱っていてい妊婦さんがたくさんいるとか出産までやってるってなるとどっちかというと婦人科の患者さんより妊婦さんとかの患者さんが多かったりするのでそれでちょっと行きづらいと思っちゃう人がいると思うのでまずは産婦人科っていうカテゴリーで調べてもらってその中で、まあ、例えばここはピルの処方に強いところなのかなとか性感染症も結構チェックしてるところなんだなとかそういうふうにホームページで見ることができますので。 まぶっちゃけどこでもいいんじゃどこでもいいんですけれどもちょっとホームページを見ると分かることもありますのでホームページを見るようにしてください。ただでですすね不妊治療専門のところはすごく特殊で 不妊に特化したところなので子宮頸がん検診で行きたいですとか胃膜があって困ってますとかピル欲しいですとか言っても検査してくれなかったり診察してくれなかったり受付の段階でうちはちょっと不妊専門なんでって言われちゃうことが多いので不妊治療専門だけのところに何かの織物の異常とかで行かない方がいいと思いますこれもホームページで分かりますのでしっかり見てみるようにしてください。それではは第第位に行きましょう性感染症の症の状ベスト3第1位は 無症状ですこれね結構衝撃だと思うんですけれども本当にそうなんですよ特に女性の場合は男性よりも症状が出づらくて 性感染症になっても、七割から八割、七八十パーセントの人が無症状というふうに言われています。なので、よく産婦人科には、なんか織物に異常があるんですけど、私性病ですかねとか。なんか匂いが変です。私性感染症なんじゃないかとかいう患者さん。結構いらっしゃるんですけれども。いやいや、症状があって心配するのもわかるけど。症状がない時から、もしそういう行為があるのであれば、心配してねっていう感じなんですよ。なので、症状がなくても、例えば、いつもと違うパートナー。と したとかパートナーが変わったとかゴムをしてなかったとかそういうことがあったら産婦人科で検査をしていただけるといいかなと思いますそして症状がない間にどん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 性感染症が進行してしまったりすると不妊症の原因になってしまったりもするんですね将来赤ちゃんが欲しいと思って妊娠したいなと思って,てなかなか妊娠できないそれで検査をすると過去にクラミジアとかリンギンとかやった経跡みたいなのが血液検査で出たりとかお腹の中の検査で分かったりすることがありますので結構性感染 性感染症って侮れないんですよ結構あるのが「何の自慢?」って感じなんですけど「俺性感染症になったことないから」みたいな感じで。 ゴムつけたたがらないいい人人とかいたりするんでそういう人は要注意ですあのコロナの件とかでもそうなんですけど症状ないから大丈夫と思って遊びに行っちゃうとそこでバーっと感染が広がってしまうって皆さんようやく分かってきたと思うんですけれども性感染症も一緒なんですよ症状がないと思ってどんどん人にうつしてしまうすごく怖い病気なんですねなので第1位は無症状ということなので皆さん症状がないからといって安心しないでくださいそして一番大事なのはゴムをつけることですそしてですねお口からも 感染しますオーラルでも感染しますのでオーラルをする時にもゴムをつけるようにしましょうまあ、なかなか難しいと思うんですけどねなんで信頼するパートナーとだけ行為をするそしてできたら一緒にその行為をする前に感染者の検査をするっていうのがすごく大事かなという風に思います本日はこの辺で終わりにします今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価をお願いしますコメントもお待ちしておりますそれでは産婦人科医の高橋れなでした またねー。症状なくても気をつけてー。